就活はしなきゃいけないもんなんですか、ね、なるほど。就活はやらなくてもいい。正直別に就職しなくても生きていけるんですよ。まあ、僕からの意見としましては、僕が取り組んでほしいのは、キャロン、緑が大好きな慶応義塾大学3年の石本奈々子です。慶応義塾大学総合政策学部2年の、佐藤隆起と申します。あ、隆起佐藤と申します。よろしくお願いします。はい、というわけでみんなの心の守り主ひかるちです。あけましておめでとうございます。俺たちの人生の幕が人生の幕が開けましたよろしくお願いします。新年明けたばっかりの動画ということで、はい、2024年明るく元気にいきたいと思いますので、はい、いきたいと思います。今日の企画説明お願いします、はい、いよいよ2024年に入り25卒のやっぱり就活も本格化してくると思うんですけど、はい、ねねいやーまあそうね、周りの就活生でよく聞くのは焦るけど始めるモチベーションやっぱり湧かないとか、何からやればいいのかわからないとか、そういうのがなんだかんだずっと引きずっちゃって年が明けちゃったなんて人も結構そういう声も多いです。なるほど。実際、奈々子さん、就活のモチベーションってどうですか？あ、私はもう全然モチベーションあります。あ、すごい。はい。けど、どうですか？いや、俺あんまり正直、モチベーションなくて。あ、とりあえずインターンには行くんよね。はいはいはい。行くんですよ。てかにさ、はい、こういう人はどうすればいいですか？おー、いい悩みですね。就活はしなきゃいけないもんなんですか？はい、なるほど。気になる。気になる！結論、就活はやらなくてもいい。おー、なるほど。まあ今日はね、その就活なんてやらなくていいと、いやむしろするなとぐらいのが今日の大きなテーマでございます。はい、っていうのもやっぱ就活って狭いんですよね、世界が。とにかく就活をやらなくてはいけないんじゃないかみたいな肩にはまっちゃってる人って多いんですよね。先輩がみんな就活してるから俺もしなきゃいけないのかなって、なんとなくよくわかんないけどとりあえず受けて、よくわかんないけど就職して、よくわかんないけどなんか3年ぐらい経ってて俺の人生このままでいいんだっけって悩む人がめちゃくちゃ多い。僕は人生相談のプロなんですね。今まで1000人以上の人生の相談を受けてきました。学生ももちろんそうなんですけど、25歳ぐらいとか30歳ぐらいとかいろんな人の人生の相談を受けてきてる中で、共通点として大体社会人3年目ぐらいでみんな悩むっていうのも、結構やっぱ会社員ってでも同じこと起きるんですよね。1年目ってやったのが全部フレッシュなんですけど、2年目になった時にあれこれ去年もやったな、うん、夏頃にこういうことが起きて、で年度末こういうことが起きてっていうのがあれ去年もやったぞ、で3年目になってくるとあれ3週目入った同じやんもんっていう風に気づくんですよ。世界の広さに3年目ぐらいから気づいてくるんですよ。ってことは別に就活せずその3年間とか無駄にしなくても、別にもともと企業志向がある人とか自分で何かやりたいって人は別に会社に挟む必要はないんですよ。ただ最短ルートで自分のやりたいことに頑張ってほしいなっていうのが僕からのメッセージでございます。なるほど、ありがとうございます。じゃあ私から質問します。はいします。はい、やっぱりでも就活はやらなくていいって言っても、うんうん、他にやりたいことが見つからないとか、はいはいはい、やっぱりそういう思う方がいると思うんですよ。だったらもう就活した方が一番無難じゃないか。あ、なるほど。それに対して、まあ、意見をください。なるほど。まあ、僕からの意見としましては、僕が取り組んでほしいのは師匠探しなんですよね。人生の師匠を探してほしい。で、人生の師匠探しの過程で、この就活で出会った先輩とか、就活で出会った社員さんとか、こんな人になりたいと思うなら、その会社に入社して、その師匠の下で何か学んでいくのはすごくいいと思う。っていう、そのいい師匠探しの過程で就職するのはめちゃめちゃいいと思います。一方で別にいい師匠探しって、別に就職しなくても見つかるんですよね。例えば、それこそ隆起さんのそのお友達に有名な YouTuber がいたりとか、自分で起業をして自分で会社をやってますとか、いっぱいいるんですよ。そんな中で自分に合う師匠は誰かなっていうふうに思って探していくのがいいかなと。なので就職だけが道じゃないというふうに思っています。まあ師匠探しっていうのは入社した後も続くことなんですよ。5年目だろうが10年目だろうが師匠探しって常にやっていくことなので、で僕自身も今でも師匠探しってやってるので、だから常にやっていくことだと思ってます。はい、あくまで目的ではなく手段ってことなんですね。そうです、そうです。金銭面に関して言うと衣食住、まあ、服買うし家賃払うし食べ物買うしっていう、日本って奇跡の国で物価がめちゃくちゃ安いんですよね。最悪5万の家もあるし、食費も切り詰めれば別に5万で済めるし、別にまあ10万ぐらいあればどうにかなる。正直別に就職しなくても生きていけるんですよ。別に就職だけが道じゃないよっていうのは言いたい。もう一点質問があります。はい、お願いします。とはいえ、まあ、就活せずに卒業したらニートになっちゃうんじゃないかっていう心配する方もね。確かにニート怖いよね。ニートだけは嫌だな私も嫌
まあでも、ニートにまあでも、なれるならなりたい、ね、なれるならなりたいけどね、けどねやっぱみんな怖いし、ね、怖いね、まあ、そういう感情があると思うんですけど、たらやっぱり就活やらなきゃとか、まあ起業するほどそんな熱意とかないしみたいなと思うと思うんですけど、やっぱりその点についてどう思いますか。なるほど、心の問題です。メンタル面、別にニートで何も働かなくても何かやれば必ず稼げるはずなんですよ。でもそれでも自分で何もしたくないっていうんだったら結構心の病気だと思います。その生活って数ヶ月間はいいと思うんですけど、数ヶ月間すると飽きるんですよ絶対。今ってその娯楽が溢れてて、 Netflix も無限にコンテンツあるし、 YouTube も無限にコンテンツあるし、時間を潰そうと思ったら無限に時間潰せるじゃないですか。でもそれの生活って多分数ヶ月で飽きるし危険なんですよ。どんどん病んでいっちゃうので、だったらやまずに何か自分がやりたいことを見つけて、それこそいい師匠を探して、その師匠のもとで一緒に社会に対して何かこう、いい仕組み作りをしていって、その仕組み作りの結果、正しい報酬を得る。その報酬があることによって自分が豊かに暮らせるっていう方が人生楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。病んじゃう人もやっぱ一定数いるので、いやでもやっぱ永遠の課題ですよ、はい、この動画を見てる人は塞ぎ込まずに、なんかこう広い世界をもともと見るような心を持ってほしいなというふうに思っています。応援してます私も応援してます。応援してますそうですね、じゃあ就活だけではないよっていうこと。そうですね、はい、うん、視野を広く持とうと、はい、はい、じゃあ私ももう起業しちゃおっかな。おじゃあ僕は世界を変えちゃおっかな。お世界を変えたいと思います。じゃあでは、はい、谷口さんから私も含めてなんですけど、25卒で就活やってる方々にちょっと一言メッセージをお願いします。わかりました。就活が人生の全てではないです。ただ就活頑張るっていうふうに決めたのであれば、もう全力で応援します。でその努力っていうのは必ず生きてくるんですね。就活っていうのは自分という商品の魅力を伝えて、でそれを買ってもらうっていう行為じゃないですか。で今後もなんか何かの魅力を伝えて買ってもらうってことって今後も絶対やっていくんですよ。就活以外にも役に立つので、自分の商品を売り込むやる行為っていうのは必ず人生の資産になるので、今頑張ると得する。ぜひ今モチベーション高くして就活頑張っていきましょう。逆に就活やらない人っていうのはその夢目標に向かって常にモチベーション高く努力を継続してほしいなと思いますので、何があっても応援してます。ありがとうございました。ありがとうございました。ってことで概要欄から、私の SNS だったり、ゆうきさとうの SNS だったり、セカリスさんの SNS もありますので、ぜひ概要欄からチェックお願いします。お願いします。 X フォローしてください。お願いします。せーの、じゃあなー。